こんにちは。 A- 以上いけないと判明したイカライス本人です。本物です。皆さんは Apex とスプラトゥーン3どちらをやっていますか？スプラトゥーン3はまだ発売して日も経っていないので、現状だとスプラをやっている方が多い気がします。そんな新作ゲームのスプラトゥーン3は Apex とゲーム性が2期作と2毛作ぐらい全く違いますと思っていました。最初はそう思っていましたが、そんなことはありませんでした。意外な共通点がたくさんありましたので、今回は Apex プレイヤーもスプラトゥーンをプレイしても大丈夫なように共通点を紹介していきます。まずはチーター。皆さん、チーターは Apex だけの話ではありません。スプラにも現れました。9月23日、 Twitter のトレンドにチーターという文字が現れました。これを見た時、どこぞの APEX の話かと思って、またチーターですかという感じで見たら違いました。このチーターの話題はスプラトゥーンでした。スプラトゥーンでマルチミサイルというウルトがあるのですが、それを矢継ぎ早に間髪入れずに放てるというチートでした。これは Apex で言うとジブの爆撃を連続で使えるのと同じと思ってください。 Apex をやってるプレイヤーはチートにはもううんざりしていると言いながら、チーターを楽しみにしているというアンビバレンスな気持ちを持っている方が多いです。まあツンデレみたいな感じですね。スプラトゥーンをプレイしたらもうチーターに会えなくなり、心にぽっかり穴が開いた状態になってしまうかもしれない。そう思っていた方、安心してください。ついにスプラにもチーターが現れました。チーターを一目見たいという野次馬精神をお持ちの方はスプラを起動してみるのもありかと思います。まあ天下の忍さんなので、チーター対策は早めにちゃんとやってくれると思います。やってくれるよね。続いては人数。 Apex は1チーム3人で行うチーム戦、試合には20チーム参戦し、合計60人で行い、最後の1チームになるまで戦い合うという霧隠れの里のアカデミー卒業試験みたいなことを現実でもやらされる、かなり残酷なゲームです。あ、これ分かる人いませんよね、ごめんなさい。まあ最後の1チームを目指していくゲームです。スプラトゥーンはどうでしょうか。4人1チームで相手チームと戦い合う、簡単に言うと相手にインクをぶっかけてマップを汚すゲームです。詳しく話すと矢倉を進めるとか矛を運ぶとかありますが、今は省略します。試合には1チーム4人の2チームしか参加しないので、合計8人と Apex よりめちゃめちゃ少ないです。え、全然共通点ないじゃんと思うかもしれませんが、安心してください。数試合に1回味方か相手の1人が消えます。そうしたらどうなると思いますか？3人ですよね。これは見覚えのある人数になっています。 Apex をやっているプレイヤーは敵味方が4人以上いると正直ごちゃごちゃしすぎててストレスになってしまう可能性があります。ですので敵か味方が、あ、こいつは Apex プレイヤーだなと察して抜けてくれるんです。嬉しいですよね。ですので抜けてくれた方にはとても感謝するようにしましょう。特に敵が抜けてくれた場合、1週間ぐらいは寝る前に感謝の言葉を言った方がいいです。続いては回線抜き。 Apex でされたらめんどくさいことは一体何でしょうか？チャー牛で撃たれることでしょうか？違います。ヒューズのナックルクラスターでしょうか？違います。ではホライゾンの全てでしょうか？9割9分正解です。ただ真の正解ではありません。もう言ってしまったのでわかると思います。回線抜きです。ランクで味方の回線抜きが一番めんどくさいというのは全世界共通です。異論は認めません。なぜめんどくさいのか、それは試合が丸々無効になるからです。負けたとしても RP は減りませんが、一試合分の時間を無駄にします。 RP が減らないし、たった数分ぐらいいいだろうと思われる方いると思います。ですが数秒無駄にしただけで部下を殺そうとする人がいるくらい時間を無駄にされるというのはめんどくさいことなのです。ご理解いただけたと思います。この時間を無駄にされる行為、スプラでも体験できます。先ほど僕は抜けてくれた味方に感謝しろと言いました。あれは嘘です。本当は、は？バチクソめんどくさ、正しくもないスプラは3にはいらんと思っています。これは全員そう思っているはずです。ただスプラは試合の序盤で味方が抜けたら試合が強制終了するという紙仕様が施されています。これはとても素晴らしいです。ただ Apex は序盤から味方がいない状態でその試合勝った時の脳汁は半端ねえことになりますが、スプラでもそれを体験したいなとちょっと思います。続いては貧弱回線。また回線系です。まあ落ち着いて聞いてください。 Apex を Wi-Fi でやっている方いますか？ PC は 99% 有線だと
と思いますが、 PS4 やスイッチは無線の方が多い気がします。無線の方が敵にいるとどうなるか分かりますか？遮蔽物の裏から撃ってきます。回線が貧弱だと瞬間移動してきます。これはいわゆるラグと言われるものです。こういった敵を相手にするのは非常に面倒くさいです。止まったり瞬間移動するので照準はずれ、映像では確実に自分の方が早く HP を削ったのに判定では負けて相手は体力ミリ残し。紫アーマーの敵に200ダメージを与えたという狂気は何だったのか、幻覚か、つくよみでも食らっていたのか、そう思わされる時があります。これスプラでも体験できます。むしろスプラの方が体験できます。壁の後ろに隠れても 4K というスナイパーに抜かれ、完全に避けたはずのマルチミサイルという爆撃に倒され、3発当てれば倒せる武器を使って4発以上当てているのに倒れない相手と遭遇できます。これは非常に驚かされます。ですのでもし可能であれば優先にしてくれることを願います。あ、僕ですか？そりゃあもちろん見てくださいよ。あ、やべ、取り返しのつかないことをしました。本当に申し訳ございません。続いては意外と吐きます、暴言。僕は APEX をやっている時は暴言をほとんど吐かないです。なぜなら何も思わないからです。あ、別に暴言を吐かないぜドヤーしてるわけではなく、こういう方結構多い気がします。味方がとつっても、ああそういう見方か、じゃあ見捨てますかと思い、敵に打ち負けても、ああ負けたわ程度だと思います。ですので暴言を吐く人って大体精神年齢が低い方だと思っていました。シューティングゲームを長くやっていると暴言吐くのも疲れてくるものです。ですがスプラトゥーンをプレイして思い出しました、暴言を吐く理由を。スプラトゥーンは APEX 以上に理不尽に負けることが多いです。もちろん僕の立ち回りが雑魚というのは大前提ですが、矢倉に乗った瞬間ローラーでバシャンとされ倒される、角を曲がったらノバブラスターにパンパンされ倒される、北斎を目の前で振られ敵が見えなくなり倒される、ガチアサリを前に投げる味方、なぜでしょう。全てにイライラします。 APEX は一発で倒せることが生きがいだったクレーバーを弱体化し、理不尽キルというのをできるだけなくしています。それに比べスプラはどうでしょうか。一発確定で倒す武器が多すぎます。先ほど言ったイラついてしまうようなことを一試合で何回もさせられ、さすがにストレスがたまり暴言がポロポロと出てしまうのはしょうがないのではないか。しかもこれをスプラをやってる人に話すと、いいね、スプラ沼にハマってきたねと嬉しそうに話してきます。なぜなのでしょうか。もうスプラーたちが怖くなってきました。続いてはシューティングゲームならどれもそうだと思います。スナイパーめんどくさい、これはシューティングゲーなら言わずもがなですね。現在 APEX のスナは4種類あります。どの武器も敵に使われたらめんどくさく、逆に使ったら気持ちよくなってしまうというお困りな武器なのですが、スプラのスナイパーもとてもめんどくさいです。僕はスプラ1、2をやってなかったので今のスプラが普通だと思っていましたが、今のスプラがおかしいらしいです。 Twitter でチャージャーと打つと一番上に死ねと出ます。それぐらい嫌われています。どうやら当たり判定が大きすぎるとからしいですが、よくわかりません。はい、よくわかりませんが、ただ一つ言えることはチャージャー死ねということだけです。続いては必然的に行っていることでしょう、睡眠時間を削る。 APEX 配信当初は多くの方が睡眠時間を削りプレイしていたと思います。ランクが実装されてからは睡眠時間を削る頻度が増えた方たくさんいることでしょう。僕も APEX をやるために遅くまで起きて、 APEX をやるために早く起きていたことがあります。そういう方いませんか。いたらスプラでも同じことをするはずです。スプラをやるために夜更かしをして、スプラをやるために早く起きる、スプラをやるために課題を速攻で終わらし、スプラをやるために直帰する、そういった方間違っていません。むしろ正解です。それが真のスプラという第一歩になることでしょう。ただ気をつけてください。APEX やスプラを優先する人は必ず実生活に支障が出ます。ゲームと関係ない動画を見ててもセンチネルの銃声が聞こえたり、街を歩いていただけなのに9番ボムの音が聞こえてきたりします。これはあなたの耳がおかしいわけではありません。ですので耳鼻科ではなく頭の病院に行ってください。そうすればもしかしたら治るかもしれません。続いては男性なら全員当てはまります、ランクを上げる理由。皆様 APEX のランクを上げる理由は何ですか。上手くなるため、プロになるため、有名になるため、いろんな理由があると思います。ですがそれは全部真の目的ではないと思います、確実に。では真の目的とは一体何なのでしょうか。それは
エーペックス女子とやるためです。これしか言えません。これしかありえないのです。エーペックス女子とやるためにマスタープレデターになるんです。キャリーしてモテモテになるためにエーペックスを日夜プレイするんです。そんな不純なことなど考えていないぞという真摯に見られたい野獣の皆さん、本能を殺してはいけません。隠してはいけません。安心してください。男性全員そうなのです。もちろんこれはエーペックス男子だけではありません。スプラトゥーン男子も同じ考えの人しかいません。スプラ女子とやるために腕前を上げ、スプラ女子とやるために X マッチの実装を待ち続け、腕を磨き刃物を研いでいます。どこに行っても男は同じことしか考えていません。女性の皆さん、Apex とスプラトゥーンをやっている男性には近づかない方がいいかもしれません。もしゲーム男子に近づきたいのなら、僕のおすすめの男子を紹介します。そう、ロル男子です。彼らはどのゲーム男子よりも忍耐力なら優れていると思います。どんなに暴言を吐いても耐えてくれると思います。おすすめです。続いてはかなり危険な共通点、中毒性。これはかなり危ない共通点です。Apex のランクは帯域にもよりますが、一度負けてしまうとかなりポイントを溶かしてしまいます。それを戻そう戻そう、絶対に取り戻してやると意気込み、いや意地になってしまい、何回も準備完了ボタンを押してしまいます。寝ればいいものを意地になりプレイし続け、結局少ししか漏れなかった。スプラも同じように腕前を上げよう上げようと意地になり、時間を浪費し、かなり時間をかけたにもかかわらず少ししか漏れなかった。ですがプラスで終えれたという達成感が生まれます。これ何かに似てると思ったらあれです、パチスロです。パチスロと同じでした。負けても明日こそ取り返す、また負けても明日絶対に取り返す、勝ったとしても次も勝てると思い込みまた負ける。パチスロはプラスで終えたとしてもトータルで見たらマイナスで終わります、いや確実に。ですのでパチスロよりかはいいですが、もしエーペックスとスプラの中毒になっている方、パチスロからは距離を取った方がいいかと思います。ちなみにですが、カバネリ、あれはとてもいい台です。皆さんもぜひカバネリやってください。僕が保証します。といった感じで Apex とスプラの共通点でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。